JLC の YouTube をご覧の皆様、こんにちは。原田幸也です。今回は2009年のチャレンジカップ優勝戦について私なりに解説していきたいと思います。ということで3つ目のレースはこちらです。緊張感はありましたね。この時も確か久々だったのかな、分かんないけど、地元の優勝戦っていうのもありましたし、はい、この時はすごい自分の中でも、結構緊張感を持って臨んだ説だったような気がします、うん、はい、はい、スタート展示もスタート練習も取りに来る素振りがなかったので、はい、大島さんだったけども自分の中で心の油断があったのかなっていう感じはしますね、はいはいはい、まさかここまでして取りに来るとはなんか本番の時はちょっと思わなかったので、ちょっとそれは、はい、心の隙間を突かれた感じでしたね。なるほど。最内インを取ったのは大島、まだまだ行きます。51歳最年長のチャレンジャー大島がインドに絶好悪。1号艇の原田は2コース回り、2番、1番、3番、4番、5番、6番です。今スタートしました。普通あの進入になった場合スタート遅れたりとか早すぎたりとか、うん、一周一幕失敗したりとかあるんですけど、普通の2号艇の2コースよりもうまく指してますからねスタート展示とかと全然起こしとか深さとか違ってたはずですよね。全て、はい、違うはずなのになんか冷静にいけてますね。一周マークの旋回スタートは正常です。インから4号艇の池田がトップターン、どうする。2号艇の大島アウトを待ったが流れた、ズバーッときた。1号艇の原田2停止3停止先頭を飛び出した。2番手が4号艇池田、3番手が6号艇田村、背景は1番4番6番となって前提が2周目に入ります。絶対勝つと覚悟を決めた6日間、追い込まれるほどに笑顔で振る舞い、より強くよりたくましく地元舞台で大勝負を成し遂げます。あっぱれあっぱれ、これぞまさにチャレンジカップ年末の賞金王へ胸を張って出かけます。本戦の3番手の背は高手にしましがわずかに優勢か。来たぞ田村、この辺りは本戦先頭1番原田優勝の5人、はい、この時まだ地元では取ってなかった、多分ダービーと、うん、グラちゃんは平和島浜名湖だったの で、ね、地元の SG で優勝するっていうのはやっぱ一つの目標でもありましたし、うん、かなり嬉しかったっていうか達成感があったっていうのは覚えてます。本来は、はい、本当にまくりたかったんですけど、大島さんの角度がもうまくらせないっていう角度で言ってたので、もうダメだって思いましたね。1コースからしぶきが上がる瞬間あるんですよ。しぶきが上がるときはハンドルをガツンと切ってそのまま握っていくことが多いので、はいはいはい、なのでまあ多分あのしぶきが見えた瞬間に差しに切り替えたんだと思いますけど、その判断とこのターンマークギアをしっかり差していく感じですよね。そうですね、なんでこんな冷静にいつもやりたいですねどの2コースでもやりたい、はい、普段の2コースがこうやって指したいです、はい、徳松さんがちょっとこうやはりこう握ってくるというか攻めていくような感じはありましたけど、これは気になってないですか。この時のことは無我夢中で覚えてなかったかもしれないですね。多分でも映像を見る限りは見えてないですね。もう2を差し切ることしか考えてないですし、ね、はいはい、2号艇で前夜から差しのイメージをしてたらこんなうまく指せてないかもしれないですよねしかしあの急遽の差しがそうですね、ノーイメージだったのが、はい、逆に、まあ、この冷静さを生んだのかもしれないですけど、これ実はうちから池田さんにも指されてるんですよね。そうですね、これ見ると工事出てますね。これだったら僕の方が前にいなきゃいけないんですけど、だいぶ入ってきてますもんね、うん、そうですよね、はい、この時はその池田さんがうちにいたっていうのは気づいてるんですか。あ、気づいてます。で、6がいるのも見えてて、はい、6があの落としてくれるかどうかっていうのだけ自分の中で心配してました。だから外前行こうか誘うかっていうのはすごいバックストレッチで悩んだのはすごい覚えてます。あ、なるほどね。6が田村だったんですけど、はい、一瞬そうですね、一瞬こう後ろに下がったのが見えたので、あ、はい、引いてくれると思ってあの4を差しに決めたのだけはすごい覚えてます。4と6の間が開かなかったらどうしようっていうのは考えてましたね。なるほど。この時はもうその田村線の動きが一つポイントなんですね。そうですね、6はすごい見えてて、6がやめてあの早めにやめてくれたのが分かったので、よし、うん、よし刺すって思って刺しに構えたのはすごい覚えてます。離れずに内側に行ってたらもしかしたら外前を選択して次の2周1マークで勝負した可能性もありますね、はい、それにしても原田さんの刺しはもう完璧ですよね。
そうですね、外もブロックしながらスムーズに刺してますよね、スピード殺すことなく、はい、じゃあそこもやっぱ冷静に見られてるってことですよね。そうですよね、かなり冷静に見れてたと思います。しぶきも上がらずちゃんと刺してるので、スピードも落ちてないので、普段もこういうイメージで回りたいな。これぐらいのピット離れの差だと、ここまでしてくる強引にっていうのはなかなか今のボートではあんま見られないですけどね、はいはい、でも本来は大島さんならあり得るっていうのを想定してなきゃいけないんですけど、まあ想定はしてたんですよ、はい、実際想定はしてたんですけど、はいはいはい、あの前日はそれがスタート練習も展示も全く素振り見せなかったっていうので、ちょっと自分の中で油断したなっていうところがありましたね、うん、この小回り部位までは結局粘り切ったようにも見えるんですよね、はい、僕の失敗なんでしょうけど、うんうん、まあ本来はこんな形になることはまずないんですけどね、はいはい、もうあの半分は船半分かかってましたし、遅れ、はい、回り遅れたって感じでもないので、はいはいはい、じゃあちょっとその小回り回ってあなんとか持ったなっていう感じはやっぱあったわけですか。いやここであの引き波にはまってるので、もうこの時には、はいはいはい、レバーを握ってもあんまり前に進めれないんですよ、はいはい、まあ、3番に迷惑かかるっていうのもあるので、はいはい、で慌てて取りに行った時にはもう間が空いてなくて取りきれなかった、もう逆にあの端幕乗り上げて転覆とかしなくてよかったなって感じです。もう今の動きを見ると完全に原田さんやっぱ取り返しに行ってますもんね。そうですね、もうあの2位を譲る気はもちろんなかったので、はい、深くなってもいいとは思ってたんですけど、はい、まさかこういう形でっていうには思ってなかったので、はい、ただあの端幕のと大島さん2位の間に行ければよかったんですけど、はいはいはい、もう端幕の内側に入ってしまったのでもうどうにもならなくて。そうですね、はい、大島さんもがっちり締めてますからね。そうですね。そしてあの見たことのないバックストレッチ逆走という、そうですね、もうこれはもう僕からしたらしょうがないなっていう感じの、はいはい、もうどうにもならないですからね、はいほはい、ここが一番動揺する場面だったんじゃないかなと思うんですけど、多分動揺してしますよね普通はね、はい、動揺というよりどう、あのうわどうしようみんな怒ってるよっていうこの罵声の声しか聞こえてこなかったです。はいはいはい、怒ってる怒ってるっていう、原田さんとしてはいいをあの死守できなかった自分への罵声って聞こえるわけですね。はいそうですはい、失敗したっていうのと、あとはもう、うん、みんな怒ってるっていうのしか、まあ、頭になかったですね、はい、もちろん初めてでしょ、あのバックこうもちろんこんなのは今まで選手28年やって初めて、はい、最初で最後です。ここからの立て直し方っていうのもね、はい、やったことないから難しいというのか、どうしようってなりませんでした。一回後ろから水がすごい入りそうだったので、そこは水が入らないようにレバーをふかしたりとかしながら、はい、うまく対処はできたと思いますけど、もしね原田さんこれで負けてたら、はい、その後の罵声の方がすごかったと思うんですよね。そうですよね。そのことはこの時に思いませんでした。いやいや思いますよ、もちろんそのこれで結果を残せなかったら、うん、もう本当に本当の罵声に変わるっていうのはもう百も承知でなので、はい、うわどうしようどうしようっていうのは覚えてます。なるほどね、はい、この一走はかなりこれからの自分のレースに影響してくると思います。それがメンタルですか。そうですね、もうメンタルの面でこの場面でこれだけのお客様の前でこれだけいいレースができたってことはかなり自分の中で自信になります。やっぱレーサーとして評価するならもうやっぱ松井さんがぶっちぎりかなとは思いますね。結果も残されてますし今でも現役ですし、でもまあ僕の中でちょっと理想に近いなって思うのは白井英治かなと思いますね。トータルバランスがいいって感じですね、まあ、レーサーとしてちょっとかっこいいなって感じはしますね。考え方とかがかっこいいかなとは思います。レースだけじゃなくて全てひっくるめてって感じですね。裏まで見ての話です。ファンの方が見れないところも見ての話です。敵にしたら一番怖いのは石野です。自分にないものを持ってる感じですごいこう 大胆なんですよね。全て何をやるにも大胆なので人と違うことをしてやってやろうみたいな、そのなんかに突出することがすごい得意なので、そういう相手っていうのはやっぱちょっと怖いなとは思います。まあそういう面で言えば相手に恐怖を与えられるんですごいかなっていうのはありますね。僕の中では原田幸也というレーサーももともと石野貴之タイプだったような気がするんですが、まあ若い頃はそんな感じでしたけどね自分もね。
でもやっぱちょっといろいろ経験していくうちにそういうのって、まあ、できなくもなってくるし、でまあそういう中でその石野はそこも踏まえてできるやつなので、人から認められてなおかつできるっていうのはなかなかいないので、僕が今あれをそうやって若い頃みたいにやれって言われてもなかなかやっぱもうできないかなと思うので、僕から見てそういうタイプを似たタイプだった部分が若い頃あった、原田さんだからこそ石野さんのそういう部分を知り尽くしてるっていうところもあるんでしょうかね。僕は相手が嫌だって思うような選手になりたいなっていうのはやっぱあったので、そういう面では今はちょっと僕はそう思われてないかもしれないですけど、今は石野はそれをやって思わせれるタイプの人間なので、そういう面ですごいなって思います。次回は、はじめちゃんと一緒に走った2019年のあのレースについて徹底的に語りたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価をして待っていてください。